生麦駅は、神奈川県横浜市鶴見区生麦三丁目にある、京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は、KK31。下りのみ、対比可能駅で、普通が優等種別の通過待ちを行う。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を有する京城駅。上り線は1線のみで、下り線は対比可能な2線構造である。 もともとは対比線を持たなかった駅であるが、隣接する平行路線による用地の関係で以下の、ような配線になった。対比線建設に際し、既存上り線を折り対比線に転用した。新設した上り線は回徳が減速せずに通過できる。よう半径2000メートルの緩いカーブを介して、ホームを通している。また、一番線ホームは、 横浜型に2.3番線ホームは品川型にずらして設置され、下り本線と折りたい線が合流する、分岐器は1番線ホームの中ほど横浜寄りに設置されている。このため、2番線を発車した電車は1番線を通って本線へと戻る構造で、分岐器やホーム設置面積の有効な活用などが特によく現れている点である。上り線移設に際して、 ホームからの列車接近の見通しが悪くなったため、列車接近時は、上り本線起動時期脇に設置されている、接近警報器のランプが点灯し、踏切警報音が鳴る。改札口前に、下り線に先発と、次発、上り線に先発のみの発車時刻と発車番線を表示する発車表が、運行情報を表示装置とともに設置されている。エレベーターとエスカレーターは、 改札内にコンコースとホームを改札外にコンコースと東口を結んでいる。なお、改札外のエレベーターは途中一番線ホームを経由するが、こちらは一番線ホームに列車が停車する時間帯のみに停止し、合わせてエレベーター専用改札口も設置されている。トイレは改札内コンコースの中央にあり、多機能トイレを併設している。 品川方裏方ホーム現在は閉鎖されている一番線ホーム、かつては急行停車駅だったが、1999年7月31日のダイヤ改正で、急行運転区間が変更されたため、普通のみの停車駅となった。ホーム有効長は8両編成に対応している。なお、2010年5月16日のダイヤ改正で、エアポート急行が設定され、 京急蒲田から新津市間における急降格の種別が復活したものの、当駅は通過駅とされた。基本的に退避しない下り列車は1番線から退避する下り列車は2番線に入線していた。2010年5月17日に実施されたダイヤ改正以降、1番線に入線する列車は、平日の始発から10時16分発までに限定されるようになった。 平日の同時刻以降の下り列車及び休日の下り前列車は対比の有無に関わらず2番線に入線する。1番線が使用されない時間帯は同ホームは閉鎖され、旅客は立ち入ることができず、エレベーター乗り場と改札口も閉鎖される。現在は全ての下り列車が2番線に停車し、1番線は閉鎖されている。キリンビール。 横浜工場の最寄り駅であることから、2009年8月1日から2012年3月末まで、キリン、一番絞りの CM ソングである、マキミチルの、若いって素晴らしいをアレンジしたものを接近メロディとして、使用していた。2012年3月末からは、同商品の CM ソングが、ニューヨークニューヨークに変更されたことに伴い、接近メロディも、 同曲をアレンジしたものに変更している。メロディはいずれもスイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。なお、いずれの曲も、下りと上りで、同じ部分のアレンジだが音色が異なる。2020年度の1日平均乗降辞任は22,450人で、あり、計9 0全七十二駅中二十位。近年の一日平均乗降辞任と乗車辞任の、 水位は、下表の通り。安陽寺前京急生麦駅前鶴見駅、恵比寿町、大黒府等方面のバス停は設置されていないため、これらの方面へ向かう場合、明人前停留場を利用する。明人前、生麦駅に隣接する生見尾踏切は、京急線のほか、JR 東海道本線、横須賀線、京浜東北線などが通過する、大踏切で、 途中に、中州がある得意な構造になっている。いわゆる平ずの踏切の代表的な例といえ、現在、午前7から9時、午後4から7時は、車両通行禁止である。なお、生御はこの地域の旧村名で、明治期の合併前にあった、生麦村、鶴見村、東寺尾村から取った各文字に由来する。当該踏切について、 踏切の廃止に賛成と反対のそれぞれの意見があったため、抜本的な対策が進んでいなかった。暫定的な対策として、聖三横線人道橋の北側にエレベーターを設置する工事を実施することになった。工事期間は2021年1月から7月までを予定している。ありがとうございます。